鈴木真理は神奈川県二宮町出身の自転車プロロードレース選手。自宅は松戸市だが宇都宮市を活動拠点に高知業もしている。中学3年の頃に自転車競技を始めた。高校時代は自転車オンリー生活で週末は毎週1 5 0トル前後走っていた。平日は数とが多かったので2時間で終了。当時、 ドラゴンボールが流行っていて、亀仙人が甲羅の重りを背負って修行するのを見て、ボトルに鉛を入れて、サドルにつけて練習してみた。ダンシングをすると重りで左右に振られて自転車が、超重く感じた。ちなみにボトルケージに積んだら、ボトルケージが壊れた。2016年4月、足の血管に血栓ができる病気が判明。投薬治療で病魔と戦い現役続行したが、 2018年も治療のため走れるかわからない状態が続いたので、2017年7月にブリッツェンの柿沼明社長へ退団の意思を伝え、10月に翌年の活動が未定の状態でブリッツェン退団を発表した。これは現役引退ではなく病気を感知させて選手復帰を経て改めて引退宣言を目指している。2018年1月以降は、 宇都宮を拠点に、トゥルースバイク及び、チームトゥルースとして自転車工事業に挑むと同時に、決戦の治療をしつつ、選手としてプロ契約せずに、現役続行する道を模索している。 1990年、1994年、2002年、2003年、2004年、2006年、2007年、2009年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2016年2017年、2018年。ありがとうございます。